趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、トゥモローランドのノースリーブのカットソーになります。レースになっております。素材はですね、ちょっとカメラ置きます。素材はレースがコットン 100%、 後ろ身ごろはコットン 100%、 洗濯液表示はちょっと消えかかってるんですけども、石油系の溶剤を使ったドライクリーニングで水洗いが×になっております。脇の下にこうした汗じみができてしまっております。完全に酸化して黄ばんであります。こちらにも同じようにあります。ここには部分的にシミがあります。あと袖のここにもちょんちょんとシミがあります。そしてすいません、カメラを持ったままで、後ろなんですけども、この辺黄ばんでおります。では綺麗にしていきたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、それでは綺麗になりましたので、状態を見ていきたいと思います。まずはこちらは背中の部分、首から背中にかけての黄ばみの部分を見ていただいております。輪染みになってたんですけども、黄ばみも輪染みも両方綺麗になっております。ちょっとすいません、カメラを置きます。はい、こちら表レースの部分です。はい、レースの部分ですね。でレースの真ん中辺にあったシミ1箇所綺麗になっております。あと脇の下、こちらも黄ばみが綺麗になっております。こちらの脇の下、はい、大丈夫です。いい感じに綺麗になりました。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。